はい、じゃあ今度は仰向けで足をやっていきます。まずオイルつけますね。膝が痛いということなので、ちょっとそれが少し和らぐといいなって思いでやっていきます。ちょっと確認しますね、位置を。痛みがある位置ちょっと触っていきます、はい。お皿の骨があって、お皿の骨の下、この辺、うん、この辺どうですか？そうですね、この辺、うん、この辺のちょっと押しますね、うん。これでどうですか？痛いところに届く感じ、うん、届きます。ちょっと角度変えますね。これだとどう？最初の方がきつい。最初の方が、何をしたかというと、ここが痛いですよって言ったところに対して最初垂直に押しました。で、2回目が斜め45度、お皿の下の方向かなと思ってどっちが痛いのか確認しました。そしたら垂直に押した方が痛みを感じるっていうことなので、おそらく大腿骨と膝の下の骨の間、関節部分の中がちょっとなんだかの炎症を起こしてるとか負担かけてるのかなっていうふうにちょっと観察しました、はい。ちょっとじゃあ流れでやっていきますね。何か怪我をしたとかきっかけになるようなことはありました？他にはないんですけど、もともとちょっと疲れてくると、うん、なんか小さい時から痛くなりやすかったので、年齢がいくと女性は膝か股関節に来るので、ちょっと大事にしておきたい。触られて嫌な感じ？嫌な感じはしないです。気持ちいい感じはある？あんまり、うん、それほどでもない、うん。ちょっと関節の間を触ってます。とかは来ないの？痛みが。うーん、痛くなってくると全部が痛く感じる、痛くどこかっていうのが、うん、なるほど、膝を立てますね。
膝の裏から少し押していきます。痛かったら言ってくださいよ。はい、大丈夫です。この辺とかポリってなります。これは痛い。大丈夫です。痛くない。次はデコルテをやっていきます。出しますね。でオイル塗布していきます。4指で首の後ろから塗っていきます。首も凝ってますね。固まってる感じです。ちょっと滑らすというよりは下から持ち上げるように押してます。今どうですか、加減は。ちょうどいいです。普段首に力入っちゃう方ですかね。入ってると思います。なんか固まってるとちょっと少し緩んできたので少し動かしていきますね。
今度は片方ずつ肩から首いきます。これ痛いですか？結構きますね。塊がちょっとあります。硬いとこもゴリッとするとただ傷つくだけなので、ゴリを山を乗り越える感じで触ってますよ。で両方いきます。今日さにうとつきに触っていきます。苦しくないですか？うん、大丈夫です。今度は鎖骨の下いきますね。やったら緩みましたね。頭と目の周りを押しながらほぐしていきます。まず生え際あたりから頭頂のあたりを点で押していきます。今どうですか？力加減ちょうどいいです。どのぐらいですか？
今センター中心1ラインとそこから離れて2ラインで3ライン目をしてきました。今度中心から生え際のラインを通って押していきます。こめかみの上の方、痛くないですか？うん、大丈夫です。で今度は、おでこの中心を押していきます。次は眉毛、で今度は目の周りです。ちょっと開けますね。頭蓋骨の目の穴のとこですね、こう縁を押していきます。上と下いきますね。今度目の下の方行きます。で今中指でやってきたんですけど親指で下行きます。そしたら今度は耳の前、顎関節からこめかみあたりを四肢を指の方を使って揺らしながらほぐしていきます。こめかみあたりまで来たら今度は側頭、耳の上ですね、でそのまま耳の後ろあたり、こちら側ですね。ありがとうございます。こうやっていきます。また側頭部に戻っていきます。全体的にまた今度頭頂から生え際のところから点で押していきます。で最後はこめかみあたりをあと何箇所かずらして押します。
最後はゆっくり入れて、ちょっと1、2、3ライト止めてゆっくり離します。はい、以上です。